それでね、まあ、パク退治で、まあ、言うのがぴったりなんですけどね、こういう真実の、ね、言葉、言霊ってね、ですけどね、まあ、うちの真実から言葉を発してるときに、それをヘイトスピーチって、もし呼ぶ人がいたら、その人はうちの世界には住むんだけど、うちの世界以外のところに住むんだ。でしょ？それでいいじゃん。うちの中には、うちの真実からなんですけども、ヘイトスピーチではない世界がある。そんなのうちの全身全霊、ヘイトスピーチだと思っていない。でしょ？そうなの。で、そうなのよ。で、結局パク、犯されたって言ったでしょ。その時に、まあ、語学用の精子がパクのお尻から、パクの体内に入った。で、パクを犯していたものがいる。それはパクから脱出して逃げるわね、その、抵抗にされた人間が、そういう例はね。なんだけど、威張ってる例だから、かっこ悪いから。回された。作戦をされたんですよ。それはしゃあない。みんな恨みめっちゃかっとった極悪非道の家柄にしよう。やっと民主主義の時に仕返してきたジャブでした。さっきのね、西浦の問題はちょっと据え置いたからな。もちろん、うちが現れるまで西浦を残してうちに退治させろって、そうしないと解決しないで、パクの問題は根深い問題があるんだって、大久保としめちゃ主張した。それは何かって犬霊の話、犬神の話、犬肉うんぬんじゃない、犬神の話やね。ほんで、COVID-19 も、健康やって言ってるやろ。じゃあ、その本拠地、パクと若いかもしれない。COVID-19 もな、そもそもね、発端っていうか、そもそも根源違うな。パクと若い、その下地味にしろの、じいさんの可能性がある。さて、最初の、じいさんにしろ、私の西原じいさん、タコと若いの、うちに対して別に腹立てる言われもないのに、めっちゃ腹立ってるみたいになってないの。それは、タコの権力を奪うからでしょ。ひどく権威どころじゃなく、不正な権力なんか。でもそれが終わるっていうと、段になると、そういう時になると、いくら不正な権力を握りしめてた家であれ、寂しく感じるもの。恐ろしく感じるものは何でって、仕返しされる。またあれされる。あれ。同級生からの仕返しテープ。リンチレイプ。それをまた受ける。絶対思うわね。ところが、パクの単位に入った同級生さんたちに、精神、パクの人生来たんちゃう。自我です。パクの人です。あれ？おもんな。要するに、男子間のセックス。ゲイか。ゲイセックスしたら、残ってまうの、そういうの。まあ、受精できへんかったの、女子とのセックスでも受精できへんかった精子は残っちゃうの、自我として。だから、男子同士のセックスは、自我が残っちゃうんですよ、弟さん。これが、パクを懲らしめるためにパクのお尻の穴を襲った男子たちの精子を悔やんだ。それらの男子は覚えてない、気づいてない。でそれらの男子に対して苦情を言いたいような精子たち。お前がこんなやつ犯さんかったら、お前はこ、っていうか、俺がこんなやつ犯さんかったら、俺はここにおらなきゃおい、分かってんのか、俺。お前さん見てもらえばなっちゃう感じや。こういうメカニズムがあるのよ。だから知らんとそういうことしたらあかん。そんな仕返しじゃないから、そうしたな、同級生さんたち。そして、パクは、その苦しい心を拭うために、あるいはもう、その、思春期になる前に、その、陰肉取ったかもしれない。パクって陰肉食の家柄やからね。猫も犬食いよ。だから、たしみで猫行くよくねとか、めっちゃ有名な話ね。一周らも一周らもね、猫行くよくね。まあ、それはしゃあない。そういう文化や。ただ、人んちの猫を飼ったら、それはもう、法律やし、相当厳しく追求されるね。やろ？まあ、怪しいって最初から分かってる。知ってんのから、パクでどんな猫打ち。一周らがパクで知ってんのから、分かってる人がいる。で、パクがまんまと罠にかかったんですよ。実はね。そんなふうな言われ方したパクと検討するか、パターンやろ。そのパターン性も持たない。
インドレアの特徴です。このフスレアの特徴なんですよ。人間から見たらもうパターンにしか見えないよって意味でもあるけどね。ね。結局、SOS をパクの中に出してるのはパクの子が偶であったっちゅうナンセンス。パクはケタケタ笑ってざわめいて笑うと思う。うん、もう死にたりや、死にたりや、死にたり。パクを犯した同級生は自我もあるけど、パクはどこに行こうか、どこで死のうかと考えてる段階やん。絶望やん。だから最後の花火を持ってるじゃん。やった世界。一番有名なストーカーになれた。もうこれでいいや、この手柄でいいやってもういいんやと思うけどな。人間やったと思うけど。猿やったと思うかな。まあ、いや、なんでも帝王やって。シュッアマンをここまで懲らしめた。嘘つけ。シュッアマンをここまでいじめた。全然。シュッアマン。こうかなかったら泣きやむ。ってな。まあまあ、犬の気持ちも猿の気持ちも分かった。分かってるんだ、そんな。あんたら同士の関係がめちゃめちゃ悲惨やったんやろ、むしろ。なんでうちがとばっちりるかなかんと、ステージやから、うっとうしいんじゃないやら。そんなな、怒んねん。いい感じで、人から目指す。人の体で戦争して、人の体で戦ごとすんの。ほんまないな、お前。何様の論ちゃうぞ。何様の論ちゃうんじゃな。じゃあ、まあ。あ、そうそう、パクの目つきの中でな、犬猫が怒ってんだろ。でも、うちに言うと思うかと違うよな。うちの中にすでに侵入した。というか、まあ、トロイスカの中で出会ったうちの中のパクが、パクの語学友たちに、これやろうって言ってんだろって話。な。でも、さらにとして。しゃあない。うちのステークス、うちのせいちゃうし。な。うちの仕業でもないし。な、あんたらのちょっとした行き違いやろ。次元のこともそうよ。究極。だから、佐藤の娘たちかわいそうやなって。そらもちろん、中道徳やし。な、そのことも無作上見たろ。それじゃ何か言ったと。朝鮮半島の国家軍との関係で、な、岡田違いの、その、文句言うなって、な、言うて、それめっちゃいい。それじゃ外交や。長いことしてる。な、それともう一個は、犬猫の問題やけどな。日本列島の問題。つまり、里見発見。この問題だ。つまり、8匹の犬が、まあ、パクの中だった。それを破壊ではなかった。じゃあ、中尾っていうのね。いわゆる暴走犯とある中尾っていう。悪の中尾っていうのがあるんだろ。あ、中尾島っていうのね。暴走犯。で、その周りに集めて、要するに、国引きって。つまり、比喩にして、世界を比喩にできるような列島構成を火山活動をして作ったのね。で、このような領域に下がるのね。計算、セラミック、物質。物質ってことも発酵して、下がるのが物質。物質発酵したのね。で、発酵コンプリートも違うんですよ。さてさて。まあまあ、普通発酵するのね。いつかは。承認度もね。で、醤油の中でも発酵の真っ最中とかなんです。ね、やるんですけどね。で、つまり、大屋島、屋島、大屋島、まあ、要するに、外屋島、内屋島、国津屋島、天津屋島の関係ですよ。その、儀式のところ、8年の意味がね、今、解放したところにある。その動画またアップできたらしたいぐらい。で、それはあの、VTR で撮った、VHR で撮ったから、ね、ほんまにそこのデジカメで撮ったからね。なんかちょっと、まあ、今かかるのかもしれない。どうやったかな。忘れちゃった。アップできなかったしな。ごめんなさい。この説明でそれに書いてください。まあ、日本列島は、もう疲れ聞いてるからちょっと一遍、塩風呂にする。自分が掴んでガーッとぼーっとしたいって言ってるやろ。それは沈んじゃうってことなのか。それも夏に読んでってもね。まあ仕方がないかな。で、結局、
犬猫の問題もあるんですけど、じゃあなんであの女性らの表面陸地なんかあるんですかって、もうおかしい、ね、海じゃないかって、本当はな、女性らの場合は、いや、というか女性直後な、で、だんだんと陸地ができてくるんですかって、そうじゃないねんな、実はな、どんな陸地ができたからって人間の体の平面図に似てる、似てるからって、それは何なんですか、女性らがそんなんじゃないか、じゃあなんで陸地みたいな卵子から見たらいびつなその凝集物ができたかって、ん、受精卵そんなにギュッと凝集しちゃってするわけよ、病気やねん、地球に入り口があるのはそれ病気なんですよ、何によって凝集させられたかっていう問題でしょ、それ犬神、まあ犬神分解するのは猫神じゃないよ、まあ猫もできるのかもしれないけど、犬のね本家は猫やから、そうなんですね、鳥分解できますか、できるかもしれないけどね、だけどやっぱり人間が責任を分解さなあかんのけど、科学的な知識もないといけないし、その科学哲学もないといけないでしょ、これから宗教ってことは捨てられると思うよ、だから科学哲学っていうか、なんちゃら哲学、なんちゃら哲学って言い方が主流になるよね、もうすでにそんな言い方されてる、法哲学もそうですね、経済哲学も実はあるの、教育哲学とかあるでしょ、政治哲学ね、絶対あるでしょ、そんなこともしかしたら変わってくる。で、病気とか怪我の方も機能不全。どこそこの機能不全っていうふうに言い方が変わってくる。機能不全って言い方も分かんないから、もっと医学としか思えないような用語に置き換わっていきます。病気とかみたいな、そういう、事実用語、病気、怪我、事実用語ね。まあ、そういうその、私たちの用語をね、返してくれるはず。妄想とかね、全種用語とかね。さて、じゃあ、結局、なんで受精卵の表面にああいういびつなしこりができたか、それが犬のせい、犬とのセックス、黒犬とのセックス、これアヌビスってことね、だからアヌのビスってことでしょ、ビスって凝集ってことだから、で犬とセックスしたってこと、うちがかつてかなり外から科学者の時代にね、陸地がないわけ作らなきゃいけないのねっていうことで、平気で動物とセックスするわけちゃうの、え、どういう意味って思ったけど、結果だけど、まあ牢屋みたいなことになると無理やりセックスするわけ、もう実験動物のメス豚とかいきなり言われて、はぁ、なんかもうすでに陰謀があったってわかるでしょ、この宇宙作るときに、ね、結局まあ慣れたけどね、セックスはその次元ではね、どうしても陸地欲しかったんじゃんっていうのは、毎回これやってるんですよ、今回うちがやってるだけで出されたわけで、ね、地球を作り、陸地を作るっていうのはターゲットの立場してやられてるんですよ、そういうこと、今回の地だったってことね、で最後に性転換してもう終わらせるのかな、もう地球が実験をして次の女性にまた一からやらせるってことかもしれないし、もう二人に使う、でもお風呂入ってくださいってことなんですよ、それやったらなんか釈然としないよね、でもまあそういうような団体がおるのは分かるよね。なぜさ、フリーメイソンなんて。イルミネーティーはその陸地がないとどうしようもない形だし、陸地ありきの形ですよね、イルミネーティー。フリーメイソンは要はその陸地なんかですよ。ね、イルミネーティーはお金ないとどうしようもない形ですけど、フリーメイソン必要だったらお金なんか廃止っていうことはないわけで、別のものにどんどん改正していくよ。どんどん改正していく。イルミナティは、そういう改正のものはないけど、すでに決まったもので、最大に設けたいと思う人たちがいると思います。それイルミナティってそういうもの。